こんにちは、ひょひょです。今回はですね、今なんとですね、じゃんじゃん、なんとホテルに一人です。ということで今回は、お仕事でね来てまして、ホテルに一人で泊まるので、今回はそちらのルーティンを紹介していきたいと思います。過ごした方ですね。で、一人なんて全然声も大きく喋れないし、逆になんか外に響きそうで怖いんで、これぐらいの音量で話させてもらいます。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで細かい内容はまた別の動画で紹介してるので、ぜひ見てください。で、現在の時刻が11時20分です。私今日ね、2時とか2時半には寝れたらいいなって思ってるので、全然まだ大丈夫です。で、今荷物を全部広げまして、こういう感じ、こっち側にもねあります。で、こちら皆さんからいただいたお誕生日プレゼントがあります。ありがとうございます。本当にマジで嬉しかったです。ありがとうございます。で、今からお風呂に入っていくんですけど、ゆるーく過ごし方をね、朝まで撮っていきます。とりあえずホテルに来たんで Wi-Fi つなげます。現実的、つなげますね。 OK、 できました。とりあえず今からお風呂に入ってスキンケアしていきます。見て、ちゃんと置いたから、こういう感じで。さっきまでね、携帯だったんだけど、ちょっとカメラに変えました。画質がいいので、こういう感じ。髪の毛のね、このチェリーがめっちゃ可愛いんですよね。で、お風呂はこういう感じなんで、今からね、30分ぐらいでお風呂入ってきます。はい、ってことで今お風呂上がりました。よいしょ。ではスキンケアしていきます。なので持ってきた化粧水と乳液をつけてマッサージしていきます。今ね、私ね、一人だから怖いから超大音量でテレビを流してました。一人でのホテルはね、こんなもんです。初めてだけど。今から少しだけお菓子パーティーをするので、そしたら後でまたねスキンケアします。そしたら髪にオイルとかをつけて、ドライヤーで乾かします。髪を乾かしていきます。ドライヤーあるんだけど、家から持ってきました。リファです。で、さっきのこれとこれ、これを買ってもらったので、今からお菓子を食べていきます。今の時刻が、待って、もう10月3日になっちゃった。私の10月2日生活終わり。悲しい。はい、ということで今の時刻が1時23分で、まあ、明日も結構早いんで、もう寝たいと思うんですけど、明日8時に起きればいいんで、8時には起きれるように。しかも一人なので、もう絶対遅刻とかできないんですよ。2時までには寝たいなって思います。だけどまだ寝ません。これからするべきことがたくさんない。だけど歯磨いてベッドでゴロゴロして寝たいと思います。トイレがずっとチロチロ行って怖い。はい、これね、ホテルのやつ。もう今日来て明日帰るので、すっごい早いでした。早いでした。あっという間でした。皆さん、おすすめの洋楽とかあったら教えてください。はい、ということでですね、歯を磨きました。で、ワンスピースをつけてこういう感じ。そしたらね、こういう感じで今パジャマ、ほぼもうね、このまま寝るんですけど、なんだけど、じゃん、明日のお洋服ここにかけましたね。これとこれで、これは今日の衣装、今日衣装だったんですけど、着てたのでこれです。で、これは自分の服、明日持って帰る。だから今畳まないと、いろいろと大変です。明日準備するのはもうめんどくさいから、今日やっちゃいます。急
一応ねメイク用品も持ってきたんだけど、明日はメイクしなくていいかな帰るだけだし、まあメイクしないで帰ります。どうしようかな、まつげだけあげようかな明日ね。うん、まつげだけあげる。でこの子たち、この子たちもね置いておきます。暑い、なんか今日着たやつは1個にまとめて洗濯するように置いておきます。 OK。 そしたら皆さんからいただいた誕生日プレゼントをここに入れていきたいと思います。よいしょ。はい、今靴下脱ぎましたで、今の時刻がじゃん1時43分。全然眠くないで、今ね、あ眠くないって言った後なのにすぐあくびしてる。暑い、なんかめっちゃ暑い。よいしょ。はい、でですね、今の時刻が1時44分なんですけど、明日8時に起きるんですよ。さっきも言った通りで、誰にも起こしに来てくれないからアラームをセットしたいと思います。暑いね、マジ暑いアラームをセットしていきます。朝の7時50分にアラームをセットして、アラームを今日の、はい、2、30分、40分、50分、8時っていう感じで10分おきにアラームを設定しました。これでね、さすがに寝坊はね、ないと思う。ということで今からね、今日誕生日だったのでいろんな方が歌詞動画作ってくれてありがとうございます。そういうのをちょっと見させてもらったりとか、コメントを見させてもらいます。じゃあ今から見て寝たいと思います。なんか急にめっちゃ眠気が来たので寝たいと思います。今1時55分です。ではおやすみなさい。はい、というわけでおはようございます。現在の時刻が8時です。明日学校じゃん。では一回顔を洗ってきます。はい、ということで今顔を洗いました。じゃあね、今から顔のマッサージとかをいろいろしていきます。朝ごはんをね食べるらしくて9時半までなんだって。なんだけど私は8時45分ぐらいに見に行こうかなって思います。スキンケアしますか。中身は無印の化粧水と乳液。目のむくみがひどいのでこんな感じで周りをマッサージします。ちょっと美顔ローラーで顔マッサージ完了です。お水を飲みたい、昨日買っておいた水です。はい、ということで今から髪を結んでいきます。あと帰るだけなので適当にやりますね。OK、できました。これアイロンやって終わりです。はい、今カメラで動画を撮ってたんだけどカメラの電池がなくなっちゃったのね。それで電池予備で持ってきたんだけど、ちょっと変えるのがめんどくさいし時間ないしやり方わかんないので、もう携帯で撮ってます。なので急に画像が悪くなるかもしれないけど、許してください。もうね、本当に今日ね、早いのよ。12時とかにはもう飛行機乗るので、なんていうんですか？もうちょっとね、ここの県にいたかったですけど、もうそうはいかないので、あんまり便が通ってないんですよ。ガチガチの学校部屋になっちゃったよ。髪の毛できました。でも結構まあ、一人のホテルも全然大丈夫、余裕でした。まあ夜怖かったですけど、余裕ではなかったですけど全然行きましたね。はい、今ね帰ってきました。米田コーヒーに行って朝ごはんを食べてきました。初めて米田コーヒー行ったんですよ。めっちゃ美味しいね、あの小倉トースト、もう最高でした。めっちゃ汗出る。いいや。はい、では今これから着替えます。
着替えました。荷物もできました。なんとか間に合いました。では今から行きます。消して、こんな暗くていいの？こんな暗くなくてもいいか。つけとこう、つけとこう。行きます。はい、というわけで帰ってきました。あの後空港行って、で羽田に着いて、で羽田でご飯を食べて今帰ってきました。はい、というわけで今回は私の一人でホテルに泊まる過ごし方動画でした。意外と乗り切れたら乗り切れたかなっていう感じです。まあ一回乗り越えたら意外と次も行けるんじゃないかなと思っていますでは次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ちなみになんだけど、いつも真っ暗で寝るのが好きなんです私。なんだけど今日ばかりは怖くて怖くて電気全開です。でもね、上は消した、さすがに。だけどこのライトもそんな暗くしないでこのまま寝ます。おやすみなさい。